台湾総督府満州国国務院あるいは日本占領地様式は日本が20世紀前半に植民地、咀嚼地や占領地に日本の伝統的な様式あるいは当時習ったばかりの西洋様式で作った建築及びその他を指し植民地様式の一種である。そうした地域から日本人が去ると多くが取り壊されたが歴史的価値が見直されて残されているものも多く。 最近は観光誘致にも役立てている。日本は19世紀末、20世紀前半、中国、ロシアとの戦争に勝利して、列強の仲間入りをして、東アジアの台湾、朝鮮、中国に占領地、咀嚼地を拡大していった。そうした地域では、日本の伝統的様式、または当時習い始めたばかりの西洋様式で建築、その他を展開して、これらは、 日本植民地様式と呼ばれる。日本人が去ると多くが取り壊される中で歴史的価値が見直されて残されているものも多く、最近は観光誘致にも役立てている。政府当局は多くの公共の建物を建設して、その多くは現存している。例としては台北市中西区中心部の最近外たち、格乱大道と呼ばれるようになった大通りには、 大規模な建築があり、元台湾総督府、台湾総督府博物館、台北病院、台北品館、司法院、官僚銀行、三井物産の建物が残っていて、斎藤外日本風書家屋もある。日本は1910年に朝鮮を並行して、その政権下の朝鮮では、駅や市役所などの公共建築物が様々な様式で建てられた。 最大の日本植民地建物である広大な朝鮮総督府は1995年に取り壊されたが、他の多くの植民地時代の建物が残っている。例えば、形状市庁舎、形状駅があり、立野金吾が設計した朝鮮銀行、三越百貨店などがある。日本は1904の五年日露戦争に勝利した、結果として大連を咀嚼地としてロシアに引き継いで、 近代的な建国都市の建設を続け、大広場に現在、大連中山広場近代建築群として残る建物を作った。満州国の設立により、巨額の資金と努力が首都の心境の建設に投入された。咀嚼地、満州国時代に建てられた多くの公共建物は、現在も八大部などとして残っている。その中には、満州国の八つの部、 満州国軍関東軍の本部大道大道などがある日本は日露戦争の結果で現在はロシアが領有しているカラフトを獲得したが、こうした時代の1916年には、ロシアシベリアのウラジオストクの北イスカヤ通りに、壮麗な在裏後ろ日本国総領事館建物を建設して、現在はロシア連邦分解散になっている。 ありがとうございます。